産経新聞論説委員、畔蒜瑠偉さんです。はい、よろしくお願いします。自民党前衆議院議員、長尾隆さんです。はい、よろしくお願いします。そして、スカイプでの出演、国際問題評論家、関平さんです。はい、よろしくお願いします。そして、ジャーナリスト、佐波裕子さんです。よろしくお願いします。はい、司会進行は山田義彦でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。では、本日のトピックスです。石破内閣誕生、注目の組閣は？安倍氏を国賊と呼んだ男が総務大臣に？惜敗、高市早苗氏の今後は？10月27日解散総選挙の展望。立憲民主党、次の内閣、防衛大臣が不在、国防は放棄？という様々なヘッドラインでお送りしますが、またすごい方々が並んでいますね。石破さんは総理になってもずっとこのアイコンを、はい、使い続けられてしまうんでしょうか。ということで、視聴者さんへのアンケートを実施いたします。石破内閣の閣僚人事最悪だと思う人選は誰でしょうか。まず1番、安倍氏を国賊と呼んだ村上誠一郎氏。LGBT 利権議連会長岩谷武史氏。そして日朝議連の幹部中谷元氏。高市潰しの平正明氏。1234にない場合はチャットに書き込んでください。一般公開ライブのエンディングで結果を発表いたします。これちょっとね、2番と3番の関係なんですけど、中谷さん日朝議連幹部になっていると、岩谷さんは日朝議連幹部でもあるんですよね。はい、それ一つ一言断っておきます、ね。はい、またアンケートの結果も今の一言で変わるかもしれませんね。はいはい、ではアンケートよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、10月に入りましてから急に寒くなっているような感じも感じられます。ただ南の方はまた、天気の方崩れてきそうですし、能登半島の、状況もあるので気になるところですね。20番のニュースお願いいたします。はいはい、ではこちらの記事です。日本列島付近には2つの台風があり、台風17号は八丈島の南南東を北上中です。今月10月1日午後には関東のすぐ東の海上を進むとみられています。もう一つの台風18号は大型で非常に強い勢力で、バシー海峡をゆっくりと進んでいます。今週の後半に暴風域を伴って沖島の先島諸島に接近する可能性があるということですね。はい、この17号なんですが、太平洋岸を走っていくと、これですね、台風大雨の可能性があります。ただですね、この台風が来るとですね、海が攪拌されるので海水がですね少し落ち着いてくるということで、漁業にとってはですね、これから秋少しサンマ漁をはじめサバあたりにですね、少しいい影響が出てくる可能性はあると思います。今年のサンマちっちゃいって言ってたから、我が家にもサンマ出たらこんなちっちゃい少し、ね、油も乗ってなくて、はいはい、今頑張って取りに行ってるんですよ。頑張って取りに遠くまでですね、かなり頑張って取りに行って頑張ってください、はい、頑張ってほしいですね。あとサケもですね、かなり厳しいんですが、頑張って取りに行ってですよ。秋はね、食べ物が一番楽しみですからね。畔蒜さんもそうでした。カキフライですね、はい、10月からカキの季節になってきますので、はいはい、楽しみにしたいところであります。ただ沖縄の方々ですね、また台風、非常に厳しい状況ですので、台風が来ますと、どうしてもですね、本土これからですね、稲の刈り取りの季節にも影響してきますので、十分に、注意していただきたいと思います。はい、では21番、はい、石破総裁は30日午後、党の新しい執行部を発足させ、副総裁に菅前総理大臣、幹事長に森山総務会長、総務会長に鈴木財務大臣、そして政務調査会長に小野寺元防衛大臣、選挙対策委員長に小泉元環境大臣を起用することなどが正式に決まりました。
臨時国会冒頭の総理大臣指名選挙で第102代の総理大臣に選出された後、直ちに組閣に臨むことにしていて、閣僚の顔ぶれもすでに固まっています。はい、じゃあ続いて22番はい、お願いします。自民党の石破茂総裁は次期政権の総務省に村上誠一郎元行政改革担当相を起用する方針を固めました。村上氏は安倍晋三元首相の死去後、安倍氏を国賊と呼び、1年間の党役職停止処分を受けています。先の総裁選では石破氏の推薦人を務めました。はい、この件、先ほども少し前半でも議論したところなんですが、政務調査会長小野寺さんというのはですね、しかるべきところに入ってきたのかなというところも受けます。あと幹事長の森山さんについて、安倍さんどのような印象をお持ちでしょうか。寝技師という印象でしょうかね。なかなかこう裏も表も知り尽くした感じの、ベテランですけど、今回はやはり森山さんと、菅さん岸田さんの流れで、石破さんに持ってったという非常に、そういう意味ではうまいんでしょうね。長尾さん、同感ですね。はい、山口の力さんと番組やってるんですけど、山口さんから長尾さん幹事長誰になると思うって言われて、絞り出して僕森山さんって言ったんですよ。はい、で大体今回 の総裁選の、こうバックヤードのパワーバランス考えると、やっぱり森山さんだったんだろうなというふうに、もうすごく肌感覚がありましたのでね。実際に調整役は森山さんに石破さんは一任するというようなイメージなんでしょうか。多分官邸とのやり取りもそうなんでしょうし、あと野党ともそうです、ね、そうですね。野党とのもうすごい、国対委員長を森山さんやってて、その時代に野党の国対をもうちゃんと掌握しましたですからね。そういう意味では、実力はあると思います。ただもう御年79歳ですから、幹事長を務めるには本当で言うと少し高齢なんですけどね。はい、小泉さんの選挙対策委員長はいかがでしょうか。これは分かりやすいところに持ってきたなと、選挙の顔に、石破森山さんだとちょっとパッとしないのでですね、ここはその比較的人気のある小泉さんというふうに普通に考えたんでしょうね。人気、表に顔は相変わらず小泉さんを出していくというようなところなんでしょうか。関さん、はい、この組閣と自民党の人事と組閣に関しまして何かございますか。いや、何もありません。はい、はい、じゃ続きまして23番お願いいたします。はい、石破茂総裁は総裁選の決選投票で石破氏に敗れた高市早苗経済安全保障担当相に党総務会長を打診しました。高市氏は固辞しました。高市氏は次期政権への入閣へにも否定的で、要職起用は見送られる方向です。はい、安倍さん、はい、これはですね、ちょっと石破さんの持っていき方もどうかなと思います。というのは2012年の総裁選の時に安倍さんと石破さんが決選投票で争った際には、安倍さんは石破さんを幹事長にしたんですね。幹事長になれば党の責任者だし、それなりに強い権限を持っているわけですが、総務会長は最終意思決定機関ではあるとは言っても、ちょっとその何て言うんでしょう、名誉職っぽいところがあって、そこに高市さんと言われたら、高市さんとしても一緒に戦った仲間もいますから受けられないですね。しかしその代わりに高市さんは木内さんと高取さんをお願いすると言って、結果的に木内さんが入閣しましたので、それはそれでこんなもんだろうなという感じですかね。となると石破さんは高市さんが受けないということも十分想定していて示したというところまではいかないでしょうか。長尾さん、どうなんでしょう。それは分かりません、ただ結果的にやっぱりちょっとそばで見てて、もう2年連続大臣やって、そんな政調会長で、もうずっと SP 付きでちょっとこうシャバの空気を吸っていただいてですね、でやっぱり最後173人のね、
あの得票を得て189に負けたわけでね、あとは、まあ、あの党員票でであれば、まあ、安倍さんがあの一斉のどん底の中でね、あの安倍政権一時降りて地元をずっと回られたのと同じように、一度ちょっとここはちょっと空気を変えていただいて、あの、まあ、無役でね、あのエネルギーを蓄えて、いただくのも一つ の, あの道なのかなと、まあ、今思えば僕は、はい、あのその道であのさらにさらにパワーアップしていただければなと思います、うんうん、まあ、で今回やはり、まあ、高市さんもそうですけど小林鷹之さんも入閣誇示したんですよね、はい、まあ、これは小林さんの年齢的に見て、もう一つぐらいポジション欲しいところ本来ではあるでしょうけども、立派でした ね立派だと思いますね、うん、はい、はい、25番お願いいたします。はい、30日に発足した新執行部の肝は森山裕幹事長と菅義偉副総裁です。石破総裁が首相として内政や外交に追われる中、森山氏が選挙や国会運営など党務を掌握し、菅氏が石破総裁の後見役を担います。岸田政権発足当初は冷や飯を食わされた森山氏と終始無益だった菅氏が再び中核に、一方主流派を謳歌した茂木敏充前幹事長は外れ、主流派と非主流派の立場が逆転したということです。はい、あのここで菅さんが出てくる、かなりお疲れになっているのかなという印象を受けていたんですが、副総裁という形で出てくると、これ安倍さんどうなんでしょう。まあ、ただ菅さんは本当にもう去年来からちょっとご様子がね、はい、かなり、まあ、大変みたいですから、まあ、実際森山さんが仕切るということになりますよね、具体的にはですね。あとやはりその安倍派の入閣はゼロなんですよね、はい、これも極端なことをするなと本当に思います。で党の役職として福田達夫さんが幹事長代理に入りましたが、あれは安倍派枠ではなくて、あの石破さんが福田康夫元首相と関係が良かったので、そっち関係のつながりだろうなと思われますね。長尾さん、まあ、戦いに負けるというのはこういうことです、はい、あのこれをどうのこうの言うつもりもないし、まあ、結局そういうことですね、やはりこれは権力闘争です、はいはいはい、相当森山さんがキーマンになってくる、うん、今回の石破さんのその組閣を見ると、そもそも党内融和を本気でやろうという感じはないですね。もうそれはそれでいいなと、まあ、高市さんも、高市さんは安倍派じゃありませんけども、高市さんもこれ堂々と、うん、先頭体制取れるということだと思います。党内融和をもしやるんだったら高市さん幹事長に、ね、あの打診してますよね、うん、だからそもそもでそれで言いながらなんか挙党体制を組もって言ったって、これもう無理ですよ。だから逆に脱派閥ならもう脱挙党体制、だから喧嘩は政策で喧嘩すればいいわけで、うん、そのため の, あの政党ですから、そういう点での、まあ、やっぱりもう、なんていうか俗人的な挙党体制をもう脱却してもいいんじゃないですか、はい、僕は本当そう思います。そういう意味での臨戦体制、これは別にあの党を良くするための臨戦体制を引くということで、あの挙党体制という時代じゃないような気がする。もうこのまま選挙に突入していくというところで、うん、もう曖昧に、うん、それがあの結果的に、まあ、選挙という中で挙党体制を取っているかのような動きになってくると、まあ、ただ選挙に突入するとね、例えば高橋さん総務会長を受けていれば、はい、選対本部か何かからあの、はい、ここに応援に行ってくれって言われたら断れませんが、うん、今自由な立場ですから自分で行きたいところに行けますからね。そうです。で173人のうちで今度は衆議院選挙に突入するところに全部行けるかわからないけども、多分応援に行きたいと多分絶対思ってますよ。あの今回の総裁選の終盤ですね、特に高市さんの、まあ、演説がすごい評価が高く、うん、人気がどんどん、まあ、評価が上がりのみになってましたんでね、これはあの多分応援してもらいたいというあの方かなり多いんじゃないかと思うんですけど、うん、もう いっぱい来てるそうですよやはりこれからちょっと、はい、山田さん、はい、どうぞ。いや、あの高市さんのことで、まあ、多少自分もちょっと言いたいことがありまして、まあ、私はやっぱり高市さんはあの石破政権と距離を置いた方がいいと思いますよ。そもそも
理想理念も結構違いますし、あのしかもあの石破政権にもしあの高市さんがどういう形か、まあ、関与あの中に入ってしまうようなことになれば、場合によってあの将来高市さんが傷つくことにもなりかねない。いやですからそういう意味ではもうあれ石破政権はもう勝手にやれということで、まあ、あの高市さんが自分仲間と自分たちの立場でね、あの理想にね、自分たち大事にするものをまあ貫いて、まあ、頑張った方がいいんじゃないかな、私はそう思いますがね。また将来いずれがまあ高市さんはね、おそらくまた日本にとってまた必要な、ね、政治家ですからね。はい、26番、アビルさんのコメント。はい、しかしまあ菅さんには呆れ果てましたね。小泉さんを押すのはまだわかるとして、まあ言うまい、7年9月に渡り支え総裁選でも支援した相手にこれはね、とここまで書いたところで、毎日 OB から久しぶりに電話があり、菅の今日があるのは誰のおかげだと言っていたとのことです。まあ、あまりその人の情とか上ってなことばっかり言うのは良くないのかもしれませんけども、やっぱり政治の世界っていうのは義理と人情と痩せ我慢ですからね。それを思うと菅さんの今回の行為は少し残念だったなと思います。まあ、何せ9月27日って国葬儀の2周年の日でしたからね。その日に、高橋さんは結果的に敗れた後、安倍さんに申し訳ないと言って、安倍氏は安倍晋三と言ってた菅さんは、安倍さんが最も警戒して遠ざけようとした石破さんに肩入れして副総裁になると、まあこんなことにね、いちいち文句つけるなとも言われますけど、やっぱりまあ心の内でがっかりしたのは事実ですね。本当に政治の世界を絵に描いたような、あのもうさすが菅さんだと思うのは、小泉がダメだったらすぐに次の手ですね。途中からおそらく小泉さんが失速し始めた段階から次の手に移り始めてたようにも感じてしまうんですが、長尾さんどうなんでしょうか。まあ、そういう選択をされたってことですよね。まあ、僕らはもうあの一生懸命爪を研ぐしかないですね。はい、そういうことです。はい、で続きまして、では27番の話題。はい、自民党は党本部で臨時総務会を開き、最高顧問に副総裁だった麻生太郎元首相、麻生氏に代わる副総裁に菅義偉前首相の就任も発表し、麻生菅両氏も顔を揃えました。石破氏の隣に座った麻生氏は、この度石破総裁のもと最高顧問を拝命をいたしましたと固い表情で挨拶をしました。麻生氏は臨時総務会後の新執行部の記念撮影には加わらず、会場を後にしたということです。この麻生さん、あの非常に私あの感じ方がつかみきれてないんですが、畔蒜さんどう麻生さんが感じてらっしゃいますか。はい、まあ、麻生さんとしては麻生派から鈴木総務会長や武藤経産大臣出している以上、党の役職っていうか、これもあの名目だけの役職ですけど、はい、受けざるを得なかったということでしょうね。しかしあの本心としてはあのもう全然石破なんかの軍門に下らないぞということで、こんなこともあったそうです。高市さんが総裁選後に麻生さんに挨拶に行ったら、麻生さんからあの、なあ高市さん、1年しか総理ができなかった総裁が何人いるか知ってるか、まあ、自分もそうなんですけども、まあ、聞いてきてですね、つまり石破政権は1年というふうに匂わせたというですね、はい、まあ、それぐらい今戦闘モードなんじゃないですかね。長尾さん、ちょっと難しい、言っていいか悪いか、はい、思うことをちょっとよぎっちゃったんですけれど、やっぱりあの麻生さんの、一つ の, あのご意思ですよね、だけれどもそれだけではなく、あのお引き受けになったということで、あの表情を見てると物語ってますよね。で終わった時シュシュッとこうあの退席されて、で最高顧問最高顧問って言われていても、そのままスーッと行かれたんでね、ああなるほどと。
思いました。はい、畔蒜さんの文化人版極限ごめんをお願いいたします。はい、保守の自民を取り戻せるか、同じ党でも対立軸、最終版の、総裁選、日本の重要な岐路にと題して書かれています。自民党は平成22年の綱領で日本らしい日本の確立を謳い、自らを保守政党と位置づけている。ただそれでは自民が一貫して保守政党だったかというと、決してそんなことはない。もっとヌエのような政党である。特に平成の最初の10年間は最も左傾化し、慰安婦問題などで審議も調べずに土下座外交を繰り返した。また社会党と連立を組み、社会党出身の村山富市首相のもと、植民地支配と侵略を謝罪する村山談話に自民所属の全閣僚が署名した。つまり首相を誰が務めるかによって、保守にもリベラル左翼にもなり得るのが自民なのであると書かれています。本当にこの畔蒜さんのおっしゃる通りという、うん、胸に染みるといいますか、はい、よくわかると、うん、そう、そうだ、今まで両面がありますよね、うん、常に両面がある、うん、それが自民党だと思うんですが、まあ、それが今これがいい方向に出るのか悪い方向に出るのか非常に不安な局面だと思います。畔蒜さん、この補足何かございますか。はい、これは総裁選前に書いた記事なんですけどね、まあ、でも結局結論から言うと取り戻せませんでした。今回はそれどころか歴代自民党の内閣の中でも非常にリベラル左派色の濃い政権ができたとも言える。石破さんは安全保障面だけはタカ派ですけど、他はもう全部リベラルと言っていいんじゃないですかね。だけどだからこそ、その誰が頭を取るかが本当に大事で、まあ高市さんはじめ小林さんもそうだし、他の候補の方もみんなそうだと思いますけど、まあ、今回は負けたけど次こそっていう思いはあるでしょうしね。その中で、まあ、できたらもっと保守的な候補にぜひ次は勝ち残っていただきたいと、まあ、心から思いますね。はい、この件今の話、関さん何か思うとこございますか。いや、一つ私はずっと、まあ、疑問に思っていますけれども、日本に来てから、まあ、自民党のことを勉強すると、どうやら結党当時からまさにね、憲法改正を都税として掲げてきた自民党ですけどね、でも結党してどれくらい、例えば一向にね、憲法改正がもう一歩も進まないっていうね、残念ながら安倍さんもそれでいけなかったし、あるいは、いや、岸田首相、もう前首相か、何か自分の任期中に必ず改憲をね、進めるっていうのは、結局まあ、完全にね、まあ、約束何も果たすことできなかった。だからいや本当に自民党はそんな憲法改正やる気か、やらない気ならばもう当然もう捨てた方がいい。いや、ですから憲法改正の一つも永遠にできないというのは、まあ、自民党の問題というよりも、まあ、日本という国家がもう正確でも1993年からサンフランシスコある条約、あれね、平和公約か、あれでもすでに独立国家になったのにね、独立国家になったにもかかわらず、今でもね、アメリカ人が日本に押し付けた憲法は、ね、一文字も変えずにして、ずっと、まあね、日本人はやっぱり義理が固いなと思って、まあ、ずっと守ってきたら、この現状で、この状況はいつまで続くかというのは、まあ、正直、まあ、本気でね、日本は。憲法改正で本気でやらなければ将来は、ね、日本は国防を持たないだろうと言いますよ、ね、結局憲法改正には何も触れないままに、岸田さんが退陣され、はい、岸田さんは、ね、他者に約束したら公約はな、はい、自分の任期内でやるというのは結局一歩も進まなかったじゃん。どういうこと、最初からやるつもりがなくて、ただの人魂の約束だったのかよくわからんです。はい、ではもう岸
きなり10月27日の解散総選挙ということになりましたが、この話題お願いします。はい、石破新総裁は10月9日に衆議院を解散し、10月27日投開票の日程で衆議院選挙を行う方針を固め、午後に表明します。石破新総裁は当初すぐ解散はしないと話し、1日に召集される臨時国会で予算委員会を開き、野党との論戦後に解散するとしていました。ある議員はあまり前言撤回しない石破さんが豹変したと話しています。この豹変の背景の一つは、幹事長に就任する森山氏が早期解散を強く進言したことにあります。支持率が下落する前に解散すべきといった党内の声や、2025年の参院選を重視する公明党の声を踏まえ、石破新総裁は早期解散に舵を切ったということです。はい、これは衆議院の方々はもうある程度準備をできていると考えてよろしいんでしょうか。長尾さんどうでしょう。うん、もう総裁選突入の前から、普通なら、もう選挙事務所を借りて準備は進めているはずですね。はい、長尾さんもでもずっともまた忙しい日々がこれから。いや、私は今回衆議院総選挙過去7回は自分がね、はいはい、立候補者だったんでね、はい、高波の見物をお前して楽だなってある議員に言われたんですけど、いやいや、これはだって当事者としてね、はい、やっぱり僕はさっき高井さんのセッションで出ましたけど、173人の決選投票で高井さんと書いてくれた衆議院議員が全員また国会に戻って来れるように、そのぐらいのお手伝いはさせていただけるだろうなと、まあ、そう思ってます。落選運動やなんかは他の方々にお任せします。一応私も自民党の支部長ですから、とにかくやっぱり絶対戻ってきていただかなきゃいけない方にちょっと何かお手伝いをしたいなと思ってますね。かなり大阪は、ではベースはまた大阪で支援をしていくという、残念ながら大阪は1回目2回目両方高橋さんに入れてくれたのは谷川とも衆議院議員だけだったので、はいはい、これもやっぱり私の記憶にね留めておこうかなと思ってますね。安倍さん、総選挙へ向けて。はい、これはだから、森山さんがなぜ進言したかっていうのは、もう結局もうボロが出るのが分かりきってるからだと思います、はい、ただしね、逆に石破さんがここでね、これは君子豹変すなんて立派なもんじゃなくて、単に前言撤回しただけの話、ひるがしただけの話でして、これで今日のテレビでも先ほども言いましたけど、相当叩かれてましたし、石破さん自身のその叩かれ始めが思ったより早かったなと、私は思いますね、うん、ですから、波乱含みの衆院選になるだろうなと思います、うん、はい、閣内の不協和音がですね心配になってしまうんですが、確かに優秀だと感じられる方もたくさんいらっしゃいますし、加藤さんのように調整能力を持っていらっしゃる方もいらっしゃる反面ですね、今回三原さんが初めてお会いになる、話題もあるんでしょうけれど、大丈夫なのかっていうところとですね、だいぶなんていうか、総裁選の論考のようなところも感じられますので、それに対して、党内でも人事っていうのは論考ですよ。論考交渉です。人事っていうのはそういうものだと思います、はい、そうじゃない、そうじゃない、言いながらも、はい、でまたノーサイドもないしね、はい、はい、関さん、はい、総選挙に向けてもう始まります。はい、総選挙、はい、そうな、せっかく日本国民になってる以上、当然ね、投票しに行くんですけどね、はい、しかし、もうちょっと自分が住む7のところ、今回誰出るかちょっと調べてみますわ。はい、じゃあ30番立民の話題に、はい、立憲民主党の野田佳彦代表は次の内閣ネクストキャビネットの人事を発表しました。実際の内閣の役職と合致させる形で20人で構成し、10月27日投開票の衆院選に向け公約作りを担います。
ネクスト首相の野田氏を筆頭に政権交代に向けて人材育成と現実的な政策を意識するということですが、これ票も出ますかね。次の内閣の顔ぶれというところでですね、20人の方々の約束が出ていますが、はい、さあいかがでしょうか。全く意味のないような、あのスタッフさん出したくないみたいな、あ出た、はい、出ちゃいましたね、はい、いやこういう顔ぶれになるのでしょうか。はい、で、すごいですね、あのなかなか杉尾さんとかですね、どうでしょうこれ。しかしね山田さん、はい、いや本来ならばね、例えばアメリカでもあのいわゆる二大政党制で、はい、共和党があって民主党があって、まあ当然ねそれであのいずれあの選挙あるたびに、まあ、政権交代の可能性あるから、だから次の内閣を作る意味あるんですけども、しかし今日本の場合はあの自民党と例えば日本民主党の支持率でもあるくらいの差があって、まあ、なかなか二大政党にはならない。じゃあそうなった理由の一つがやっぱり自分が思うにね、例えばアメリカの場合共和党であっても民主党であってもですよ、おそらくアメリカの国益を守る、あるいはアメリカの国防をちゃんとやるということが、まあ、一致してまして、まあ、ただし、まあ、福祉政策どうするかいろんな違いがあるんですけど、しかし民主党にしても共和党にしてもアメリカを守るというところで、まあ、みんな同じですけど、しかしどうやら日本の例えば日本民主党が要するに野党あれあいつらはね、今正直どう考えても要するにね、日本要するに、まあ、愛国人まで求めたら求めるのもあるかもしれません。要するにな、あの国防概念とか国家観とか日本を守るとかそんなところ全くあの見えてこないんです。いやですからそれはまあ残念ですわな。要するに本来ならば健全なの二大政党制があの 国家守るというところで、まあ、まさにねあの共通したものでなければ健全な二大政党制にならない。ならないからこそ自民党もだらだらしてだらしない、だから自民党の中でもまあ石破政権みたいなとんでもない政権ができてしまう。いやそれはね、まあそういう状況があのどう変えていくべきか、要するに日本はやっぱり野党にしても健全の野党が出てこないと、まあ次の内閣何本やってももう意味がないというのは確かにそうですけども、しかしそれが野党の問題だけではなくてやっぱり日本全体の問題でもありますわね。まあそう僕はそう思いますよ、うん、あのこのやはり立憲民主党の状態を考えると選挙に早く入りたいというところは、体制ができてない時にね、はい、まあ、でもこのネクスト次の内閣を見ていると、はい、これ石破さんを助けるためのこのもの発表したのかなと石破内閣いろいろ突っ込みどころあるけど、はいはい、まだあっちの方がまともだよって教えてくれてるんじゃないかなというですね、はい、であの続きまして保守党の話題ですね、はい、防衛大臣がないんですよ。防衛大臣安全保障というだけで安全保障福山さん、福山さんだけど防衛にしろって防衛しろ防衛省があるんだからそうですね、安全保障省になっちゃいますね。孤独孤立っていうのがすごい、はい、では次の、はい、政治団体日本保守党は28日、名古屋市内で街頭演説会を開きました。作家の百田直樹氏、そして共同代表の川村隆史名古屋市長らは演説後に報道陣の取材に応じ、今週にも行われる可能性がある衆院解散総選挙で国政政党を目指すことを明らかにしました。党員は27日の夕方から急増して現在約7万人と言います。報道陣の取材に対し百田氏は目標は一刻も早く国政政党になることと述べました。河村氏もできれば衆院選の東海ブロックで5人、届かなければ全国で5人、これは絶対と語気を強めています。はい、畔蒜さん、何かこの辺、まあ、あの日本保守党の党員が27日夕から急増っていうのは高市さんが負けたのを見て
自民見放していってってことですかね。あ、確かに意外と そうじゃなかったりする。あ、はい、あ、そうです、はい、自民党員も実は増えてて、はい、うちの事務所も辞めた人と入ってきた人と迷ってたけど継続するわっていうやつで、はい、うちもちょっと増えるんです。あ、そうですか。党員、まあ、じゃあなんで急増したのかっていうのは、まあ、よくわかりませんけども、そしても日本保守党は、まあ、河村隆さんは知名度もあって、まあ、代表ですからいいとして、うん、本気で国政政党を目指すというなら、もう早く具体的に誰を擁立するのか言わないともう時間ないですよね、うん、はい、まあ、まあ、もちろん私に言われなくたって彼らやってるんでしょうけど、まあ、大変そうだなと素直に思います、まあ、名古屋ですね、あの長谷市長がこれでお辞めになるという貢献をして示しているらしいんですが関さん、日本保守党に関しましては何か思うところございますか。はい、一応私も多少日本保守党と、まあ、あの多少関わりがありまして、あ、まあ、要するに支援者の人に、まあ、なっていますわね。まあ、私やっぱりね、日本の中では、まあ、要するに本物の保守というものがなくではならないという、要するに日本の長い伝統、日本の国体をね、どんなことあっても守り抜くというようなものであって、まあ今まではまあ自民党がまあ保守制度だと標榜してきてるんですけどもね、まあしかし去年のあの例の法案の話からしても、まあ果たして自民党がね、ちゃんと特に安倍元首相亡き後の自民党はね、果たして保守というね、旗印を守っていくというねことできるかどうか、もしそれがためってやるならば、それこそある本物の保守制度の誕生、あるいはまあそれ定着が私は日本にとってすごくいいことでありまして、いや、ある意味ではさっきどなたがおっしゃったようにね、自民党の中でも今自民党がまあ要するに、まあ、右から左へね、もうね、リベラルもいろんな人が行って、まあ、とてもね、保守と言えるかどうかの問題であって、ですから小さい政党であってもね、保守というものをどういう高らかに、ね、掲げるという政党が私は絶対日本には必要だろうと思います。まあ以上、保守党の支援者の立場からというふうに申し上げます。はい、ありがとう、まあ、ありがとうございました。ではアンケートですね、はいはい、視聴者のアンケートの発表お願いいたします。はい、アンケート出ますでしょうか。皆さんにたくさんのアンケートをいただきましてありがとうございます。今回皆様にアンケートを取っていただいたのは、石破内閣の閣僚人事最悪だと思う人選はというところを答えていただきました。1番は出ますでしょうかね。今絶賛集計中でしょうか。はい、じゃあもう少し集計中ということで、先に口頭で申し上げますが、来ましたね、はいはい。安倍氏を国賊と呼んだ村上誠一郎氏、そしてが1番ですね。そして LGBT 利権の、議連会長の、岩谷武氏が 18%、はいはい、そして高市潰しの平正明氏が 15%、 そして日朝議連の幹部の中谷元氏は 2% ということになりました。その他にはですね、全部という回答もあったんです。はい、はい、1699名の方にアンケート投票いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。はい、アビルさん、これを見ました。まあ、やはり村上誠一郎さんに対してはみんなアレルギーのようなものを一種感じるんでしょうね、はい、うん、まあ、石破さんとは本当に仲がいいというか、出陣式の時も村上誠一郎さんは涙流してましたからね。まあ、よくわからない人ですけど、まあ、でもね、人を国賊と呼び続けるような個人を選挙の最中に亡くなって自民党を国政6連勝に導いた人をですね、うん、いや、ちょっと私の常識では判断できないですね、こんな人が。名護さん、もうこの通りですね、はい、日朝議連に対しては感覚が少し薄くなっている感じはですね、これは多分この比較で言ったらやはり村上さんに行くというのはですね、それ十分想像できると思います。まあ、でも こういう人事をさせちゃったのは本当に僕らが総裁選に負けたからなんですよ。もう本当もう悔やんでも悔やみきれないですね、うん、これはまず現実を受け止めます。本当一つは日朝議連
どのような動きをしていくのか、ちゃんとですね、拉致問題はじめ解決に向けての役割というのを、いや、これはですね、本当に懸念されるのは、その日朝議連の考え方を石破さんもね、さっき言いました、あの東京平壌への連絡事務所の件もそうですけども、そういうことをやっていると、そして日朝国交正常化推進議連ですから、国交正常化の方に目指すということですね、はい、拉致が置き去りにされるんじゃないかと、ね、うん、あるいは本当に北朝鮮が時々言ってきた、あの朝鮮総連系じゃない、いや在日系の2人の、うん、よくわからない日本人でごまかすとかですね、うん、それを受け入れるとか、まあ、そういう方向に行かないように本当に厳しく監視していかなきゃいけないなと思いますね、うん、やはり北朝鮮のですね、あのミサイル核開発も止まってるわけじゃないのです、うん、もう早く抑止していかなければいけないところで、目を離せないところだと思うんですが、今日のアンケート、関さんの方ご覧になれますか。あのさっき見ました、はい、見ました、うん、何かコメントございますか。いや、コメントといっても、まあ、要するに石破内閣最悪の人選、いや、最悪の人選は石破総理そのものじゃないですかとは思いますはい、厳しいご意見、では、あの少し、お時間あるようですので、では台湾統一、はい、こちら何番でしょう。32番、はい、中国の王毅共産党政治局員兼外相は28日アメリカニューヨークの国連総会の一般討論演説で、台湾問題に関して、中国は必ず完全統一を実現し、台湾は必ず祖国の懐に戻ってくると訴えています。さらに王氏は、これはいかなる人間や勢力も拒むことのできない歴史の体制だとも述べ、台湾への支援を続けるアメリカなどを強く牽制しています。中国も本格的に台湾牽制を動き出しているように思います。簡単にこの件に関しまして一言、関さんコメントいただけますか。うん、そうですわね。あの、いや、あのこのセリフが、まあ、彼たちが必ず言うんですわね。あの、台湾が必ず中国に統一されるとか。しかし彼たちは絶対言わないのは、要するに我々が、あのね、いつまでに必ず台湾統一するぞって絶対言わないんです。まあ、ですから、例えば習近平自身もね、あの台湾統一が歴史の必然性と言うでしょ。日本のマスコミがそれをあのどう解釈するかというと、また習近平が台湾統一のに対して強い決意を表明したとかね。しかしね、私からすれば、習近平曰く台湾統一が歴史の必然性というのはね、あれ強い決意じゃない、あれただ理念ですよ。要するに歴史の必然性ですから、うん、歴史に任せればいいじゃんっていうような、要するに我々が必ずいつやるとか、そういうのはあれ言えないんです。というのは、今、まあ、さっき の, あのアメリカ の, あの台湾紛争抑止法という法律の話もあれば、あるいは、まあ、中国軍が、まあ、去年から習近平政権はずっと、軍に対する粛清をずっとやっている中で、やっぱり中国軍はやっぱりあれですよ、腐敗問題がすごく深刻であって、どこまで深刻かとなると、要するに武器が全然ね、あの装備がにかまつわる腐敗がすごく深刻であって、だから最近アメリカマスコミも報じたんでしょ、あれ中国 の, あの空母、いや空母じゃない、あの核潜水艦ね、あの建造してできた直後にも沈んでしまうっていうね。あるいはあのアメリカの以前あのマスコミも報道したけど、アメリカもそういう CIA が把握した情報であって、中国のロケット軍がね、あれロケット、あのミサイルにね、本来ならばあの液体燃料を入れるところを、何を入れたかとなると、海水をね、水を入れてしまうという、まあ要するにそういう問題もかかる中で、あのしかもロシアがあの結局ウクライナ侵攻をやったことで、まあ、今ロシアが、まあ、プーチンがもうあの、まあ、大きな火傷を してしまう、そういう状況の中で、必ずしも彼らがね、あの思い切ってそれ台湾侵攻に踏み切れるかどうか、それもまだ問題です。だから、しかし当然だからといって我々は油断してもいけない、台湾にしてもアメリカにしても油断しな
ちゃんとね、そういう中国が台湾侵攻できないようにそういうね、包囲網構築とかそういう、そういう抑止体制を作りながら警戒しながらも、習近平がしたこと、王毅が国連でね、何か台湾統一すること、そんなしたことはね、すぐニュースとして報じる必要はないよ、あいつらが、はいはい、いつもそんなアホなこと、いつも言ってるから、はい、習近平の一言については、毎回同じようなことを言っているというところかと思います。